名古屋産業大学の瀬川です。えっと、えー、難しい話ではなくて、もうちょっとこう砕けたですね、下世話の話っていうと変なんですが、えー、と関連するような形で、えー、お話をした方がいいのではないかということで、えー、よもやま話をしようかなと。えー、申しましても、まあ,あまり <laughs> 落語家じゃございませんのでね、まあ多少、えー、理屈 面よもやま話って子供の頃から使ってましたけどえここに書いてあるように、えー、っと四方八方、えー、四方の山の話よもやま話 <laughs> しらしいんですが最初は何か四方八方山だということで、えー、下のように四方八山 <laughs> になったんじゃないかと。でよもやまおも えと源もですかね、えー、とし面八面よもやま、えー、となったかもしれないまあこれが砕けて、えー、よもやま四方山の話よもやま話となったわけですよもやって言いますよねあれはこっから来て,来てるんでしょうか、えーまあ、ちょっとわかりません、ね、また調べてよもや,よもやそういうことはとありがとうございますよねまあ日本語って難しいですよね本当に。 えー、でまたこれが関西弁となるとまたその、えー、語源が難しくて、えー、と三枝さんなんかがねよく落語で「そのえー、も儲かりまくかーっか」というのはどこから出てきたとかってこうやってくれるんで面白いですねまあそんなよもやま話風に経済や政治のことをお話しできたらねずいぶん楽しいんじゃないだろうかとはい。 まあ政治経済の話でえなんかえ落語家で商売ができるっていうのはそれは無理かなと思いますがえっとあのまあ講談師という方いらっしゃいますよね昔一流祭邸法とか言ってよく聞いてたんですけど。 えっと、あの、一流最低法、講談師が、えー、っと、なんか、表紙を叩いて。あれって、あの、えー、よく聞いてましたけど、あの、あまり評判良 <laughs> くなかったんじゃないでしょうか。どうなんでしょうね。公爵垂れるな、っていうことをよく言いますよね。公爵は嫌いだと。お坊さんの、えー、っと、あの <laughs>、 お経と講釈は嫌いだと講釈垂れるなと講釈締めといってなんどうしてなんでしょうかねえっとなんか上から目線でこう聞こえてくるんでしょうかね目線じゃなくてあれ音なんですがはい上からどうも響いてくるような気がしてその点落語やあの漫才の方は下からこう水平にね聞こえてきて笑いを誘うとはい。 えまあ講談ももっともっとえ水平の目線にしていただいてまあ我々をね楽しませてくれるといいなと思いますけどまあそういうあの下から目線でえもう少し分かりやすい話をしなきゃいけないというのはもう本当にこれ反省しておりましてねまあ今日はその日,本が日本語が難しいという話でえどこの大学もあの え大学院に通う学生がまあ減ってきております。まあ、これは大学院をたくさん作るから減ってるんであって、まあ、弁護士さんもたくさん作りすぎてこれは話が飛びますが弁護士さんの質が落ちてるんじゃないかとか <laughs> 仕事がないで弁護士さんってえなんかいろんなあの <laughs> お金を取り戻す仕事があの大変ですよねという、はい、昨今でございますね。 まあ作りすすぎたんでねね大学院もねそんなこと言っちゃいけませんがえまあ私も大学院で授業持っておりますのでそれは言っちゃいけないことでありますがまああの昨今留学生の方々がね日本の大学院へいろんな分野で来られてねそしてあのまあ就職したりねするわけですうちの大学もそうですでまあうちの大学の実情をほいほい えこういうネットを使って <laughs>、ライブ配信を使って、ほいほい吹聴することはできませんので、あくまでも一般論でございましてね、増えてまいりまして、ということになりますると、やっぱりどうしても日本語がねあのできない、日本語難しいです、ですから、彼らに罪はないですね、難しい日本語が罪なんですね、どうしてこんなに難しくなったんでしょう。 まあそれはあの国語の専門の方が教えてくれると思うんですけれども,よもやま話ですねはいえ日本語があまりできないのでまあ通常ですと教科書を読んでもらって解説しながら進むとかそれをベースにいろんな意見を言ってもらって議論してえあの学習 の程度こう上げていくてねいくととうことなんで,すがでまあ終了しましたら就職っていうのはまあ自己責任でねやっていただくということなんですがえそういうふうに大衆化といいますかあまり日本語がまあできない方が入ってきてその方にも単位を取らせて収集を与えなきゃいけませんのでこれはまあ大変なことではいえ私もねどう,やどうやったらいいのかというのを。 随分ねあの悩んだんですが今年ちょっとひらめきましてね、えー、そうだスマ,スマホだというわけですでまあ私のスマホで翻訳機能がどれだけついてるかっていうことを試しましたらまあねぎらなかったので <laughs> スマホ買う時に、はい、翻訳機能が抜群ですね、はい、これはもう英語でも、えー、クイーンズイングリッシュからアメリカンイングリッシュからオーストラリアの英語からそのどこそこの英語からなんとかアフリカの方の英語っていうのはあるんですね。 ずらーっともう翻訳機能があるんですね、はい、えちなみにスペイン語で翻訳しろって,言っ,て言ったらもうスペイン語出てきて何のことか分かりませんはいこれだと思ったんですねつまりまああの何て言いますかあのインターネットで信頼できる、まあ、サイト学術的な内容であるサイトはこれはもうあの読ませて構いませんのでえそれについて、えっと、翻訳機能があるか あある場場合合とととないいいござまますす、はいまあ、だん,だんというかあのほとんどありますね例えば、まあ、ウィキペディアにしてもそれは英語バージョンがありますしいろんなバージョン、えー、それはバージョンなんですね。はい、で、まああのー、会社のホームページやいろんな案内をしたものであってもこれは当然お客さんが欲しいですから、えー、いろんな世界の国のいろんな言語にね変換するものが組み込まれている。 おります格安スマホは残念ながらダメみたいですね。英語だけっていう。<laughs> はい、英語だけですね。はいえー、うちの,あの女房の,、はい、あのスマホは格安スマホで。えっ、ー、とメールとあと電話ができりゃいいって買ったら英語しかないんですね。はい、これはダメですね。はいえー、私のは翻訳機能 充実してますでまあ普通でしたら留学生あたりが持つスマホでしたら当然あるだろうとこういうことで一応スマホをいじってもらいましたらねこれはきちんと翻訳機能がありますから、えー、例えばミャンマーから留学生の方が見えますね日本語はそんなに得じゃありませんですから私の教科書を読んでくれっていうといまあとにかく漢字が <laughs> ほとんど読めないですねはい。 ですから意味も分かりませんから話にもなりませんね。しかし、えー、例えばこちらが指定するこれいいから読んでごらんというものについて翻訳機能がありますのでそれをミャンマー語で読ませます。はい。仕方ないですね。はい、でそのまあ重要なドキュメントをミャンマー語で理解してそれを授業は日本でやってますからこれを日本語にして えー、日,本語日本語で報告する発表する、はい、ちょっとたどたどしくなりますが読むよりも喋る方が得意ですね大体いいね、はい、人間生きていくためには読むよりも喋る方が先決ですから、はいえー、しゃ喋れますたどたどたどしいで,ですけどよく聞いてればミャンマー語で理解しておりますから理解していることを日本語というツールでやるのはちょっと難しいですけど理解してますから。 伝わるんです、ねはい、それであと発表は、まあ、ちょっとこんなこと言っていいのかどうか分かりませんがそのドキュメントをミャンマー語に訳してそのミャンマー語を、えー、とコピペで <laughs> コピペでメールで送ると時に日本語に変換できると思いますねあるいはワードに貼り付けちゃうと日本語に直らないかなあでもそれをまあ コピーペーストで貼り付けることは可能なんでそれをまあ,あの要するにあのコピペじゃ困りますからそれは引用したということでまああのワープロでねあの修正して出すことはそれは許されますから要するにえ翻訳機能を使って理解しえそれをディスカッションし指導しそして成果を 1> えまあ週1回、各週あるいはまあの中間と期末で成果を出させるでこれはちゃんと自分が書いたかどうかということでえあの議論すると十分いけるいけますねはいで昨日、実はあのゼミ生にまあこれは一般論でございますんでねあのまあいいんじゃないですかねこういう教育をやっているということ出てもね PR になりますから。 えと本を買ってもらってそれを読んで議論してで日,本語の日本語で報告出して採点して返すってこれ古いよともうね言いましたらそうだそうだと言うんですね古いこのやり方古いということで今申し上げた翻訳機能を媒介にして理解を深めてまあ日本に留学に来ているわけですからまあ日本語で出して発表して議論してという。 ことは可能なんだからそれでやろうかとそうするとレベルを上げることができるから、はい、検索して母国語に変換してくれますから理解するベースになるその素材というのはかなりレベルが高いものでも構わなくなってくるいやむしろレ,バレベルの高いものを選べる、はい、でやってみましたけれどもでレベル高いものをやって それで皆さん方があのこう単位はつくし勉強にもなるし将来の自分のビジネスのベースにもなるからって言ったら「いや先生それでいきましょう」ということで手を打ってですねじゃあやろうとこういうことになったわけですまあもちろんそのために Teams を使ってますけれどもそのホームページを充実しなきゃいけないですね2週目何やって3週目何やってこうやってねスケジュールをしてハイパーリンクで。 飛ぶようにしておいてという教師側の負担もね多少は出てきますけれどもはいあの自主的に大学院生が自分の将来を見将来を見据えたというかつな、えー、がるようなテーマを選んでもらってでそれにに即、えーえー、してこう大学院の修士課程を出ていくというこれすごいことだと思うんですねいやあのこれ聞いている方に大学の先生がいらして大学院の担当 してる方がいらしたらそんなの分かってるわというおっしゃるかもしれませんがあ実はまあ困りに困って出した出てきた苦肉の策でございましてねまあよもやこういうやり方があろうかと,ということでよもやま話で今日お話をさせていただいたわけですけれどもねまあもっと他にもやり方あろうかと思うんですが まあやっぱり常に、えーまあ、あの世の中動いて全て物事は変化していってで,ですねつな、えー、がっているようで途切れてまた新しい次元が開けて、えーえー、切れ目なく続いていってまたこの、えー えー、あのまた新しい高みに上がっていく弁証法的憂鬱,憂鬱論というのはやはり正しいのかなと思ったりしてこれオチでございますけどそんなこと余計なことだと <laughs> いうことでね、はいえー、弁証的憂鬱論というのはやっぱり正しかったんじゃないかと物理学の人がよくフリードヒ・リヒ・エンゲレスのことを言っておりましたけれどもね、えー、私もこの年になってやっと <laughs> そういう、えー、ち,ょっとちょっとした悟りが。 開けたというよもやま話でございましたがいかがでございましたでしょうか